はい、どうもこみです。さて本日はボブソンファミリーからお届けしてまいります。紬組のサブクランですね。クラン対戦リーグ中にいつも使ってるタウンホール15オンリーでねやってる、まあ、クランなんですけども、ですね、今日のテーマはボーラーの落とし穴というかね、今やっぱり、レジェンドリーグのトップの層とか、まあ、いろんなところでボーラーが強いっていう風に言われてると思うんですね。確かに強いんですよ。でそれは間違いないんですけど、大きな落とし穴が1個ボーラーにはあるっていうことをね、今日、皆さんのちょっとね確認していきたいと思います。確認していくっていうか、僕が思ってるんだけどね、違うよって意見があったらぜひ教えてほしいなっていう風にも思うんですけども、まあまあ話をねこう聞いていただきながら、って思ったらコメント欄にそのっていうポイントを書いてもらえたらというふうに思うし、どうだなと思ったらそうですよねってコメント書いてもらえると僕ホッとするんで、よろしくお願いします。はい、コメント大歓迎です。で今日見ていきたいのはね、バリさんの攻めですね。で先に言っておくと、バリさん今3アカウントかな、このクラン対戦リーグに入れていて、だいたい全開率7割以上いってんじゃないかな。すんごいやっぱ上手いんですよ、この方マジでクソ上手くて。でそのバリさんのアタックを見ながらね、いろいろ考察をしていこうと思ってるんですけども、でまずスーパーボーラーが強い点何かっていうと、真ん中、このタウンホールがあるこの真ん中らへんですよね、にボーラーを突っ込ました時に、その周辺をねもろとも全部吹き飛ばしてくれるんですね。でその効果っていうのはこれボーラーにしかできない仕事なんですよね。でシューターとも組み合わせやすい。今こういう風に真ん中にね向かう道にこうちっちゃいこう隙間がね空いてたりします。こういう隙間が空いているっていう配置はまあもちろんなんですけど、こうスルスルスルっとね、そうでなくても、これ今ジャンプ1枚持ってってますよね。これ1枚ポーンと打つだけで一気に真ん中に入っていって、真ん中に入った時のレイジボーラープラス、まあ、トームかによる中央部分から、まあ、その周辺への破壊効果がとんでもないんですよ。こんな感じでゴンと一気に真ん中にヒーラーくっつけてぶち込んでいきます。まだトーム我慢ですね。最初出したアイスゴーレムのフリーズ効果でまだ、ボーラーたちにダメージが入ってないんで、まだ我慢、まだ我慢してここでトームします。タウンホールが起動するところ、あと投石、インフェルノ、この辺のアチャクインもそうかな、攻撃が集中するところでこう、ね、トームを使っていって一気に中央部分押し切っていきます。こんな感じで真ん中ゴリッとなくなるんですね。その周辺部分のクロスボウとかもゴリッとなくなりましたよね。で、その後ポイズンタワーにね、あじゃねえわ、ごめんなさい、ポイズンの効果、要はタウンホールのポイズンですね、の効果によってそのボーラーたちがやられちゃうんですけど、これはまあもう許容範囲というか、そのやられる前にこのタウンがここにあるけど、この辺り、この辺ですね、を全部吹き飛ばしてくれたら、あとはこれなんですよね、ディギープラスロイヤルチャンピオン、この組み合わせで外周部分のこの薄っぺらい、このごめんこの外周部分のこの薄っぺらいこの層ですね、この層をロイちゃんで回収していくってだけなんですね。だから盤面広げて考えるとすごいシンプルで、真ん中ドゴンとボーラーで取っていって、残ったこの外周部分をロイヤルチャンピオンプラス、まあ、ディギーで回収していくっていう、こういうプランが作れるんですね。なんでまあディギーが使えることによって、なおさらこのスーパーボーラーっていうのの威力が増すんですよね。このロイちゃんが回収するゾーンの幅が狭まるんで、ここの幅ですね、はい、この部分が狭まるんで、狭いゾーンをロイちゃんがディギーとねこう一緒にペアになって歩いていくと全然止まんないんで、マジで、はい、その部分で、ロイちゃんの、能力も最大限に活かせるし、あとまあ火力が高いタウンホール15を、トーム状態のレイジに乗っかったボーラーが一気に突破するっていう、これによってすごい大きなアドバンテージが取れますよっていうところがね、やっぱこの戦術が今、活況を浴びている大きな理由かなというふうに思います。で、落とし穴の話に行く前にもう一個この強いポイントをね見ておきたいと思うんですけども、まだバリさんの戦ですね本当にね、この人のボーラーマジで上手いんですよ。本当に上手いってことをまずちょっとここで印象づけてもらえると、この後の話がより分かりやすくなるんで、ボーラーの誘導にすごい、気を使ってみてください。どうやって誘導させてんのかな、ボーラーを真ん中にってところですね、はい、でなんでこれ2本目にこの戦を選んだかっていうと、ポイズンタワーですね。これ当然まだ、ポイズンタワーの弱体化が入る前に取ってるんで、攻撃低下、率が 35% の状態のポイズンタワーです。でこれが12月のアップデートによって 25% の攻撃速度ダウンになりますよってことがもう公表されています、今現在でね。
この取ってる強肩剤で。で、それ何が違うかっていうと、ボーラーに対しての恩恵がめちゃくちゃでかいと思うんですね。ボーラーってやっぱり体力がね、そうは言っても高くないじゃないですか。2000、3000ぐらいですよね、確かね。スーパーボーラーって。なんで、ポイズンとか、あとまあこのポイズンタワーのまあ毒もそうだけど、ダメージ受けると結構、サクッとやられちゃうんですよね。なんで、もう投務中にいかに仕事をさせるかっていうことが、まあ、重要なわけなんですけども、もう投務中にボーラーが何回このボール投げるかですよね、このボールを。このボール、ボーラーが何回投げれるかっていう、その投げる回数を減らすのがこれなんですよ、ほら、これ。このポイズン状態におけるこの遅さ、これですよね。これによって、ボーラーが投げるボールの数が変わるじゃないですか。で、それが 35% っていう攻撃速度減少から 25% になることによって、一発でもいいから、このレイジ状態のボーラーが投げるボールの数が多くなるってことがすっごい重要だと思うんですよ。それによって真ん中に入ったボーラーがこれ奥の方のこういうとこね、ゴリゴリこういうとこ削るじゃないですか、こういうところまで。この削りっていうのが、より生きるわけですよね。だから 25% にこのポイズンタワーの攻撃速度低下が、減ることによって、一番僕恩恵を受けるのはボーラーじゃないかと思ってるんですね。だからなおさらボーラーってより強いと思うんですよ。それがまず、ボーラーが強い理由、さらにこれからもっと強くなるであろうと思っている大きな理由です。まず、多分ポイズンタワーの効果っていろんなユニットが恩恵受けるのは受けるんでしょうけど、多分ボーラーほど僕多く受けるユニットいないんじゃないかなって今のね、その主流戦術の中で考えると思ってますね。まあアーチャー、突撃かアーチャーなんかも多少ね、恩恵はやっぱ受けると思うんですけど、打てる矢の本数が増えるとあれもでかいんでね。だけど、いかんせんボーラーのやっぱ一発っていうのはすごい重要なんで、投げるボールの数ですよね。はい。それが増えるのが、大きなメリットだと思います。で、ここまでボーラーすごい強いよねって話をずっとしてきましたけど、こっからが、今日の本題です。もう半分以上強い理由は喋ってきちゃったんですけど、こっからが本題で、これちょっと見てほしいと思うんですね。バリザンが、珍しく失敗しているリプレイです。で、何がむずいかっていうと、ボーラーなんか真ん中に突っ込ませることが前提のようにこれまで話してきましたけど、真ん中に突っ込ませられないんですよ。なかなか。そこがね、スーパーボーラー強い強いって言われてるんだけど、なんか皆さん、多くの方が、本当になんでうまくいかないんだけどってもやもやしてるポイントだと思うんですよね。バリタンこれクイヒーから展開しますね。クイヒーイエティからのスーパーボーラーにつなげる展開でやってるんですけど、こういう風に必ずしもオデヒーだけで成立するっていう攻めでもないんですよね。村によってはこういうクイヒーから入っていかなきゃいけない場合っていうのは結構あって、バリタンだいぶクイヒーからのボーラーっていう形をよく使ってました、このクラン対戦リーグの中で言うんですね。で、今回ここにジャンプかけて、この部分ですね、この壁の形を利用して、ここの中にこう入れていこうとしてるんですね。で、真ん中から一気に奥側までぶち抜いていこうっていう、感じのボーラーなんですけど、これね、これだけキングでしっかりカットしたように見えても、これね、ボーラー取れるんですね、こういう風に。わかりますかね？ボーラー半分以上取れてるじゃないですか。3体取れちゃったかな。で、このまま取れ続けてどんどん外行っちゃうんですね、こういう風に。ほら、1体しか中に入ってくれない。で、結果的にこの後ろ側がね、ボーラーのダメージ入れられなくて残っちゃうっていう形の攻めになったわけなんですけど、これね、ここがむずいんですよね。で、これがね、むずいのにはすごい明確な理由があって、何かっていうと、壁の作りっていうのは基本的にこのボーラーを中心としたスマッシュって言われるヒーラーを後ろにつけて、ペッカとかペッカスパビスとかタイタンとかボーラーを流し込んでいく、このタイプの攻め方をさせないような壁の作りになってるんですよ。で、なんでじゃあこれを、ターゲットにしてんの、この壁の作りはっていうところを考えたときに、まず今流行ってる戦術何って言ったら、大きく分けてクイヒー系、ドラゴン系、スマッシュ系で、あとは、突撃艦スパーとか突撃艦スパーチャっていうね、もう一気に初手の突撃艦でアドバンテージ取る系、この4つなんですよね。で、この中で、壁の仕切りの影響を受けるのって、クイヒー系とスマッシュ系しかないんですよ。っていうと、わかりますよね、もうね。
ラバルとかになってきた場合って、スーサイドイドラバルもそうですけど、割とヒーローたち の, 動きってボーラーよりむしろコントロールしやすかったりするんですよね。で、突撃艦スパーチャスパービズっていう攻め方に関しても、だいぶヒーローよりもユニットのあとボーラーかよりもユニットの誘導がしやすい、やっぱり形を初手の突撃艦とかスパーチャパートによって作ることができるんで、あんまり壁の影響って受けにくいんですよね。だからそこに対して壁をうまくこう組み合わせることを考えるんじゃなくて、スマッシュやらせないぞっていう壁になってるんですよ、もうほとんどの村が。スマッシュと食い火に壁の作りっていうのは特に、特化して考えられているし、なんなら食い火よりもスマッシュですよね、なんですよ。だからこういうバイザンレベルのプレイヤーでも稀にこういうそれちゃうってことが起こるし、皆さん世界大会とかね見ていてもやっぱりそれちゃうケースっていうのは往々にして見かけると思うんですよね。だからもうなんていうかプロ級のプレイヤーとかがそらされちゃうように作られているこの壁の作りっていうのを、そう並大抵の練習で確実にね超えれるようになるかって言ったらそうじゃないんですよね。だから難しいっていう話なんですよ、ボーラーが。でさらにボーラーだけじゃないって今言いました、ね、僕スマッシュって、タイタンとかペッカスパビズ型とかいろいろあるじゃないですか。でその中でボーラーっていうのが一番それやすいんですね。なんでかっていうと遠距離攻撃だからです。近距離攻撃をするペッカとかタイタンっていうのは割と目の前の、壁とかに対して、その中にどん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 こう入っていくフェイスがあるんですけど、スーパーボーラーの場合、例えばだけどここね、こういうところボーラーがバウンドダメージでここボーンってぶっ壊したとするじゃないですか。ここから今入りますよね、ぶっ壊すとしますよね。したらここがなくなっちゃったからこっち今度行っちゃったりするね。こういう風に奥側をボーラーのバウンドダメージで壊しちゃうがために、そこの奥側ターゲット取る施設がなくなって横に逸れちゃうってことが結構あったりするんですよ。これマジでしっかりサイドカットしないとこういう風な形って頻繁に起こり得るんですよね。だからボーラーの誘導って他のユニットよりもだいぶ難しいっていうことがあるんですね。なので強いと思って使ってみてうまくいかないっていうのは普通にあり得る話で、結構しかもそれもなんていうのかな、簡単に越えられない壁だったりするんですよね、このボーラーの誘導って。まあそこのあたりがね、なんていうのかな、ちょっと期待しすぎてしまうと落胆がね大きくなっちゃう部分なのかなっていうふうにボーラーは思います。でもちろんボーラーこっち変えたら真ん中に今これ入ってますけど、めっちゃくちゃこう強いわけですね。ゴリゴリ一発一発が重たいんで、何せ奥の対抗とかこういう壊れちゃいますからね、こういうところが簡単に。でもこの辺もダメージガンガンこう入ってるでしょ、ちょっと小づけばもう壊れちゃうぐらいな感じになってるわけです、こういうところがね。なんだけど、まあこの難しさだから、ボーラーでうまくいかなかった場合には僕結構タイタンとかをおすすめしたいなっていうふうに思ってます。タイタンだったら今近接系のユニットで結構真ん中に入りやすいし、で真ん中のタウンホールのところにねいて爆弾の爆破ダメージ食らってもわりかし耐えるんですよね、HP 高いからレイジヒーラー状態とかになってると。で、同じように真ん中で竹取ってくれるから、まあ、進行はねボーラーよりもちょっと遅くなりますけど間違いなく、でもロイちゃんに入るダメージっていう意味では真ん中にこうタイタンが陣取ってくれているために、そこで竹取ってくれててあんまりダメージ食らわないっていうケースを往々にして見られますので、ボーラーちょっとうまくいかないなっていう方はね、ぜひタイタンとかを試してみると、このスマッシュって呼ばれる戦術の部類に対する苦手意識が少し薄れると思うし、それでうまくタイタンが誘導できるようになったら今度ボーラーを使うというね、ステップアップでボーラーを考えていくっていうやり方は、まあ、練習のワンツーステップとして僕すごくありだと思うんでね、一足飛びにボーラー行ってもうダメだスマッシュって諦めるのではなくてね、少しそのボーラーがうまくいかない理由っていうところもこう考えながらね、ユニットを使い分けてみて、最後ねボーラーに着地するみたいな感じで考えていくといいんじゃないかなというふうに思います。ということで、今日はですね、ボーラーが今回のアップデートで強くなったポイント、元から強い理由、そしてその裏にある落とし穴というところをね、お話ししてまいりました。ご参考になれば幸いです。今日も最後までご視聴ありがとうございます。いいなと思ったらグッドボタン、チャンネル登録もお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。